せーの、皆さんこんにちは、カネです。コッペです。今日は、僕たちの1年いろいろと活動してきたので、この1年の振り返り動画を撮りたいなと思っております。内容は、僕たちのこの1年のベスト3プラスそれぞれの番外編をお話しできたらなと思います。はい、どうぞ最後までご覧ください。はい、イエーイ。ちょっとお菓子食べながらやろう。早速また始まったところで、いや、お菓子食べるのがメインやわね。じゃーんじゃーん。これはですね、ファンの皆様からいただいたものです。まずこちらは九州のレインボープライドに行った時に、長崎から2時間半かけて、僕たちに会いに来てくださった方にいただいた長崎のカステラです。やーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。これを食べながらやります。はい、で、こっちはピンクドット沖縄に行った時に沖縄のファンの方からいただいた、これもお菓子です。これからも応援してます、チピユピって書いてます。チピさん、ユピさん、ありがとう。ありがとうございます。このお菓子、お二組からのお菓子を食べながらやらせていただきます。じゃあ今から私が魔法でやりますね。せーの、ぽい。コーヒー入れて、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 コーヒー入れて。せーの、ぽい。はい、魔法でやりました。はい、じゃあこの素敵なお菓子たちを美味しくいただきながら1年の振り返りをしたいと思います。乾杯。乾杯。うまい。おいしい。ほっとするね。いただきます。あ、おめでとう。おいしい。うん、うん、はい、ということで、じゃあ、はい、第3位ね。第3位は、はい、プライドイベントに参加したことです。おお、はい、我々退職するまではプライドイベント行ったことなかったんですけど、うん、退職してからの1年でなんと9カ所のプライドイベントを参加しました。はい、北は北海道、東京、名古屋、大阪、京都、和歌山、九州、福岡、沖縄で、東京のトランスマーチ、イエーイ、9個すごいね、めっちゃ頑張ったね。はい、我々実費で完全プライベートで行くという挑戦をしましたが、達成しました。うんうん、はい、コフェ君、今まで行ったことなかったけどいかがでしたか？そうやね、なんかクローゼットでカミングアウトせずに生きてきたので、うん、本当いろんな方に出会いたいなと思って、うん、でね、LGBTQ イベントにね、今までバレたらどうしようっていう思いもあって足を踏み込めなかったんですけども、うん、ちょっと一歩踏み込んで何か感じるものがあるんじゃないかなと思って行ってみましたが、プライドイベントの中はアライの方っていうか、LGBT を理解しようとか支援しようっていう意思のある人たちが結構来てくる、大半の方が来てくれてたと思うんですけど、やっぱりその中で過ごすことによってすごく安心感があったっていうか、ここにいてもいいんだっていうか、ここではね、こう完全にカミングアウトしてみんなオープンにして、お話とか楽しんでいいんだっていう空間を経験させてもらえたことはすごく大きかったなと思っていて、で、全国ここのつまわってことね、なんか全て居心地がよく、またなんかバレてはいけないってもうここは約40年間思いながら生きてきたわけですけども、なんか大丈夫な空間があるんやなっていうか、思ってたよりも世の中優しいというか、行く場所によっては自分らしく生きられる場所があるなーなんていう発見もありました。すごく安心感を感じたようなイベントでした。なんかね、これはイベントの中だけじゃなくて、イベント終わってからでも、ね、こうだんだん広がっていって日本全国がそうなればいいななんて思いながら、はいはいはい、過ごしました。はいはい、カネ君どうでしたか？はい、私も正直なところ言うと、どういうふうなことやってるかっていうのも分かってなかったですし、ちょっと昔やったりすると男性が裸踊りしてるようなイベントやって勝手に思ってたんで、偏見持ってたんですけど、退職してから、運営をしてるようなお友達とかと出会って、しっかりこう社会を変えるために発信をしてるっていうことをちゃんと理解したので、訪れるようになって、プライドイベントに出展されてるような企業さんとかの思いとかも
見ることができて、そこの雰囲気とかも温かかったり、パレードも、沿道の人とかも温かかったりするようなのを体験しまして、見方が180度変わって、まあ、来年も行けるとこは行きたいなっていうふうな思いで、になりました、うん、はい、イベント自体はこう、はい、権利を主張するのがなんか かっこ悪いじゃないけど、はい、なんかねどうなんだろうと思ってたところね、はい、なんかそこがガラッと変わったかも。ね、権利を主張するってめっちゃ大事やなみたいな、自分たちのこう人権について考えるきっかけにもなったし、はい、はい、なんか声を上げていきたいなって、プライドイベントに参加するごとに日増しに気持ちが強くなった気がする、はいはい、し、あと YouTube をねこの1年ぐらいやってるか1年以上やってて、はい、カネ&コッフェの YouTube、うん、見てますとか見ましたっていう方、お声掛けいただいたりとか、ね、遠くからね会いに来てくださる方とかもいらっしゃって、はい、本当にいろんな方とリアルでお会いできるのもすごく楽しかったです。はい、とっても美味しいです。あ、コフェ君、プライドイベント何箇所かはステージで歌ったじゃない。うん、来年も歌えるとこは歌うんだよね。うん、歌いたいなと思うね、チャンスがあればね。うん、うん、なんか自分の歌ってる意味はプライドイベントで歌うことはすごく意味があることなんじゃないかなと思ったし、うん、心地よかったね、うん、すごく自分が伝えたいところを伝えたい人にしっかり届けられるイベントは、まあ、プライドイベントの中であるななんて思いました、はい、来年も機会があればぜひ全国のプライドイベントの実行委員の皆さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんも会いに来てください。続きまして、はい、第2位、あったないのが、はい、はい、第2位は、デモ参加、デモ参加でございます。はい、ね、今年いろいろとねデモ参加しちゃうね。そうですね、いつだ6月か、はい、ラッシュさんの同性婚法制化に向けてのサイレントデモ参加を皮切りやなかったな。そうですね、うん、で今年一番やっぱり僕たちの中で大きかったのは、7月の、はい、自民党本部前の、抗議デモでスピーチをさせていただいたっていうのがすごくでかかったです、はい、なんかあそこからちょっと人生が変わったというか。そうです ね、 ね、なんか動き出した気もするよね、うん、そうですね、うんうん、でその中でね、いろんなメディアの方も取り上げてくださって、特にカネ君の生まれ変わったら、はい、ゲイとしては日本では生まれたくないと思っているというのを、まあ大泣きしながら言わせてもらって、うん、あれがすごい取り上げられたよね。そうですね、はい、そんな風に言わせる日本社会であると思うし、まあ国が違えばそんなことを思わずに、うん、暮らしてる当事者の人たくさんいると思うので、まあ、その辺を訴えたい気持ちで言わせてもらいました。当たり前に自己否定しなくても、ね、そうですね、いい国もありますので、ね、皆さんに刺さる、はい、考えるきっかけになったんじゃないかなと思って、僕たちにとってもすごく、うん、はい、この1年の中で大きなポイントでありました。はい、うん、はいはい、ということで、第1位第1位は、はい、せーの、模擬結婚式、もう一回いく、せーの、模擬結婚式です。はい、押したことです。はい、金子、はい、人生で、はいはい、結婚式を挙げる日が来るとは思ってましたか。いや、思ってないです。これ3位2位も一緒なんですけど、うん、全く想像してなかったです。イベント、プライドイベントもそうだし、デモなんか参加する日が来るなんて、スピーチする日が来るなんて、でそして1位の挙式なんてする日が来るなんて全く頭にはありませんでした、うん、確かに1年前さ、はい、なんかまだ YouTube をこう始めたてやったし、はい、ゆるゆると YouTube しながら、はい、自分たちこれから何しようか探そうかなみたいな時期だったのに、はい、まさかね、こんな風にいろんなところでね、そうですね、活動をして、プラス、はい、結婚式を挙げるなんて、はい、そんな日が来ると思ってなかったですね。そうですね。うん、でその時の結婚式の、模様は、YouTube にも上がってますので、ぜひご覧ください。どっかにピローンってできるのかな。みんな暖かかったね。暖かかったです ね、はい、なんか泣くつもりはなかったんですけども、はい、コフェ君大号泣会場に着いてから、式が始まる前から、ずっと大号泣、はい、式中も大号泣で水分不足になってるんちゃうかなって隣で心配するぐらいずっと泣いてました、うん、はい、なんかこんな幸せな気持ちになるんやって、はい、素直に、うん、はい、思ったら、はい、涙腺崩壊しちゃいました。よく頑張ったね。ありがとう。これお菓子食べるわ。じゃあ、最後です、はい。番外編についてお話をしたいと思います。はい、
はい、まず、コッフェの番外編は100キロウォーキングチャレンジをしたことです。 YouTube になってます。はい、結果としてはね、見ていただいたら分かるんですけども、50キロ地点でリタイアというかなってしまったんですけども、すごく自分があれにチャレンジしたことでなんか心のスイッチがグッと入ったというかですね、僕もメンタル不調に2年ぐらい前かもになって、そこからちょっとずつ回復していってるなっていう感覚はありつつ、なんかあそこをチャレンジしたことを起点にさらにこう元気になったような気がしていて、はい、これは50キロで終わってしまったのは、次の課題なのかなと思っていて、来年、はい、カネ君と一緒に100キロチャレンジしますので、またその時も動画にしようと思うので、はい、頑張ります。はい、見ていただけたらと思います。はい、じゃあカネ君どうですか。はい、番外編、そうですね、各メディアに出演させてもらったことが大きいです。まあ細かくは言いませんけど、雑誌とか新聞、ニュース、あとテレビ番組にも出させてもらって、放映が来年の予定のものとかもありますし、あとなんだ、ハリウッドと日本の共同制作のドラマとかにもちょっと出てるかもしれませんっていうのを来年報告できたらなと思ってます。なんかそんな自分たちが仕事というか消防士とか警察をしていた時には思っても見なかったような、表に出るようなことを想像してなかったんですけれども、この1年はたくさんいろんなお声掛けをいただいたので、また来年も自分たちが出れるようなところとか話ができるような場所があれば、社会を変えるために出ていけたらなと思ってます。はい、まあそれ想定外だったよね。いろんなところが ね、声かかって、海外からも取材が来たりとか、ね、そうですね、スウェーデンさんから。スウェーデンさんが、はい、なんかこう日本のやっぱり今の LGBTQ の人権とかについて、海外からもやっぱり注目をされているポイントなんだなというふうに改めて感じたし、またメディアから連絡をいただくことについては、本当になんか僕たちみたいなねタイプの人がお可視化するっていうのも大事じゃないかなと思っていて、なんか機会があればどんどん出ていきたいなというか、なんか可視化していきたいななんて思いますよね。はい、食べていた。うん、はい、今年も1年やったな。まあいい1年やったな、すごく頑張ったよね、なんか、振り返ってみると、来年も、はいすごいな、はい、来年も、さらにさらにいろんなところで活動していこうと思いますし、いろんな全国各地に足を運んでいくような、ね、ライフスタイルにしようと思うので、皆さんともぜひ、リアルしたいですし、今後とも、YouTube の方も引き続き、ご覧になっていただけると幸いでございます。はい、ということで、皆さんもどんな1年だったでしょうか。はい、来年もまた笑顔で、お会いしましょう。本日はありがとうございました。では皆さんありがとうございました。良いお年を。バイバイ。また次も見てね。チャンネル登録まだの人してね。バイバイ。バイバイ。